あの朝が寒いとさ、そうなんです、ね、調子崩す、それで調子崩す人が多いんですよ。蓋開けといてもらえる？はい。はい、体重測ります。28ですね。はい、体重計は戻しておいてください。はい、ごめんよ、ちょっと点眼します。あ、そのままじゃあつけてもらおうかな。はい、この羽の付け根、めくった付け根の辺ね。はい、はい、OK です。はい、その、うん、ペレット食べてます？ペレット食べてます。つぶつぶちゃんシールはおやつ。あ、そっか。ペレットっぽいのがさ、20% ぐらい入ってますね。ほとんどペレットですね。おやつと。そうなんだ。おやつが、おやつに遊びの時とか。今日これで家へ帰れば。そこに残ってるシードや、あのアイコンタクトとかお家はやってます？そんなにしなくても、はい、おハウス行くよって言ったらちゃんと指に乗ってくるから一応ね、はい、それはそれでいいんですけど、名前呼んだアイコンタクトとかお家ってその辺も やっていただけた方がいいですよね。はい、はい、それ毎日やわ。終わりました。はい、終わりました。うん、いい感じだと思います。栄養保持状態もいいしね。はい。わかりやすいです。はい、じゃあこちらをお口を開始してください。またじゃあ今度見してください。はい。ありがとうございました。お大事になってください。お大事になってください。はい、一番消毒してください。はい、お願いします。さあ、もう終わんないから。